サウロンは JRR トールキンの中津国を舞台とした小説コビットの冒険指輪物語シルマリルの物語の登場人物一つの指輪コビットの冒険に言及のある死人占い師とは彼のことであるその続編である指輪物語においては一つの指輪の作り主冥王カノムの唯一なる敵として登場する全詞にあたる シルマリルの物語では、初代名王モルゴスの配下の中でも最強かつ、最高位のものであり、またモルゴスの下僕のうち最も恐るべき存在とされた。サウロンは、元来、アルダの創造になった天使的種族アイヌアーノ、マイアールの異界に属する一員であったが、シュメルコールの反逆に加担して堕落し、アルダに害をなす存在となった。サウロンとは、 空縁屋で身の毛のよだつ者という意味であり、シンガール語で同様の意味である名前、ゴルサウアと呼ばれることもある。これらはサウロモを恐れ、イミキラ・タエルフによる名であり、指輪物語作中においてアラゴルンは、彼は自分の本当の名は使わないし、それを字に書いたり口に出したりすることも許さないと発言している。指輪物語や、 シルマリルの物語には記されていないが、原作者が、装甲に残していたものとして、マイロンの名がある。これがさ、ウロンの堕落する前の本来の名前にあたる。その名の意味するところは、空縁屋で、三無べき者、首相なものである。変説して、エルフなどからさ、ウロンと呼ばれるようになった後も、サウロンは、自身のことを名乗る際はマイロンを用いたとされている。 ただそれもヌーメノール沈没の時までで、それ以降は使用していない。なおヌーメノールでは王である、アルファラが健在であるにもかかわらず、タルマイロンと名乗っていた。その他、第2期にエルフに対して自称したとされる名に、アンナタール、アルタのアウレンリルがある。また出版されたシルマリルの物語には記載されていないが、ヌーメノール人からは、ズイグールと呼ばれた。冥王や、 かのもの以外に、妖術師や、第一期に使用した、京狼の主、第二期以降に名乗る、指輪王、自由の民から呼ばれた、名を申すをはばかるかの敵などがある。他に、多くなどのサウロンの下僕がある字に対して使う、損傷として、意外なるお目がある。これは、口述するさ、うロんの目にちなんだものであり、サウロンが一部の配下が、サウロン大王と呼ぶのを除いて、 基本的に自らを名前で呼ぶことを許さなかったために用いられたものである。また、ドゥーネダインには彼らを騙して、故郷を破滅に導いたことから、疑惑者サウロンとも呼ばれた。サウロンの影響力の強い東方や南方においては、王であり神とされ、また、ヌーメノール末期には、彼の地において、神と呼ばれたこともあった。なお、第2期に記されたアカルラベースによるとサウロンは、 当時、人間の王、地上の王を自ら名乗っていたという。サウロンは、マイアールの中でも、ことに力ある者の,の一人であった。原作者、トールキンは、サウロンのことを、彼は、ガンダルフやサルマンと同じ種族ではあるが、はるかに、格上の存在であるとしており、またモルゴスが堕落させた、マイアールは、数多いが、 その中でも強大なものがサウロンであり弱小なのがバルログたちであるとも述べている。こうしたことからサウロンは各所で様々な力を振るっているが、いかに作中で詳細がわかっているもののみを挙げていく。まず自在に変身する能力を持っていた。その能力を使えば見目麗しい立派な外見を装うことや、また巨大な狼やオロチ、 吸血カワホリといった怪物に変じることもでき、エルフから恐れられた。しかしこういった変身能力は、アイヌアならば皆備えている力であって、サウロン固有の能力というわけではない。ただし、同盟の堕落したアイヌアたちが大地に縛られてそういった能力を喪失していったのに、対してサウロンのみが長きにわたって変身能力を維持していたのは注目すべきことと言える。 しかし美しい姿を取る能力は、ヌーメノール沈没後に失われる。またサウロンは本来アウレの配下であったため、世界を構成する物質や、単や、工芸の知識に精通していた。そのため、彼はアウレ一門の中でも偉大な工人とされていた。このことから、サウロンは強力な魔法具や堅固な城塞を作り上げることができた。力の指輪が魔法具の代表的なものである。 一つの指輪と三つの指輪を除いた力の指輪は、サウロンの助言と指導のもと、ノルドールエルフが鍛え上げた品であり、一つの指輪は、サウロンが単独で鍛え上げた品である。一つの指輪を作り上げたサウロンは、他の力の指輪でなされる事柄や、その所有者を支配できるようになった。また、ヌーメの折に、らわれの身になった際、彼は、当然一つの指輪をはめてゆき、 島に到着後、指輪の力を用いて、すぐ妖刀民の大多数を支配下に置いたとされる。その上肉体が滅びても指輪がある限り何度でも、蘇ることができた。要塞の方は、最もよく知られたものとして、バラドドゥーアがあり、他にトルイコールインイコールガウアホスや、ドルイコールグルドゥアなどがある。また多くやトロルを改良することで、陽光に耐性があり、戦闘能力も向上している。 上位種を作り出した。その他にヌーメノオルの地にあっては、孔の知識を与えることで彼らの技術力を大きく発展させている。妖術師とされるだけあって、妖術の類に長けていた。特にサウロンが得意としたのが、飼料や悪霊を呼び集めて使役する術であった。彼は悪霊を獣の肉体に封じて、斧が下僕となした。また、 配下の資料に他者に憑依してその肉体を乗っ取る術を教えていたとされる。後に、彼の配下であるアングマールの魔王もこの術を用いて、塚人を召喚しフロドたちを危機に陥らせている。トルシリ襲撃の際には恐怖の暗雲を生み出すことで、敵要塞の教襲と占領に成功している。最後の同盟との戦いにおいて、サウロンの手は黒く燃えるがごとく、高熱を発していたとされる。 ギルガラドはこれによって倒された。指輪物語の初期校では、最後の同盟軍に悪役と衰弱の魔法をかける、ことで苦しめたことが、エルロンドの口から語られている。シュモル・ゴスのように暗黒を紡ぐ力も持っており、巨匠・バラド・ドゥーアは、常に、彼の座す玉座から生み出される暗黒ともやで、すっぽりと覆われていた。また、中津国全土に呼びただしい死者を生み出した、大悪役もさ、 うロんのけになるものであった。他に現実と魔術に優れた技術を持っていたため、ヌーメノールの地にいた際には、不思議な現象や兆しを見せることで、ほぼすべてのヌーメノール人を惑わすことができたという。実際現実に関しては、バラヒアの仲間ゴルリムを罠にはめるため、彼の妻エイリーネルの幻覚を作り出している。シュモルゴスと同じく自然現象を操れたとおぼしい。 事実滅びの山オロドールインはサウロンの意思に従っているようで彼がモルドールにいる間には活発な活動を見せるがいない間は休止状態にあった指輪戦争時には噴煙を送り出すために噴火しているアカルラベースの最も初期の孔にあたる失われた道では山のような高さの大波を作り出してヌーメノールの東海岸を洗い 大戦団を内陸部各まで打ち上げさせている。アカルラベースの遺構では、メネルタルマの山を噴火させたり、ヌーメノールの無敵艦隊の進軍のため強風を吹かせたりしている。またエルロンドの会議においては、サウロンは山を苦しめて破壊することができるとの発言がなされている。映画版では、旅の仲間の一行がカラズラスを超える、サイの嵐は、 サルマンによって呼び起こされたものとなっているが、原作ではギムリとガンダルフの会話からしてサウロンが呼び起こしたものとおぼしい。ボロミアもサウロンは影の山脈の嵐をも支配できると言及している。強力な意志の力を有していた。特にこれはサウロンの目やその行使によって表される。第一期ではベレンとフィンドド一行と相対したとき、 その燃えるような目で睨みつけただけで、彼らは膝を屈し闇がその周囲に立ち込めた。一行が窒息し、溺れるような感覚の中を見ることができたものは、深く渦巻く闇の帳だけであったという。第二期末における最後の同盟戦時のサウロンは、極めて恐るべき姿をしておりその目の悪意に耐えうるものは、エルフや人間の偉大なる者たちの中にすら、ほとんどいなかったとされる。 また、サウロンは、中津国の方々に意志を送ることができ、彼の注意や意志の力を感じた者は恐怖と重圧を感じることになった。これは、まぶたのない日に縁取られた目といった、心象表現で捉えられた。アモン編において、フロドバギンズはこの目に捉えられそうになるが、ガンダルフがさ、ウロンの注意をそらしたおかげで事なきを得ている。 しかしそれだけでガンダルフはひどく消耗してしまった。デネソール校はパランティアを通じてさ、ウロンとネ年で対決をすることができたが、これはパランティアが正当な使用者か、それに準ずるものに従う性質があったからに過ぎない。しかし、使用するたびに重なるサウロンの意思への抵抗の結果、それによる振動と精神的負担で、最終的にはデネソールは破滅へと追い込まれた。 サウロンは、能力の項でも述べたように、京オカミや、オロチ、吸血カワホリなど様々な姿を撮ることができた。しかし、第一期に普段撮っていた姿が、どのようなものかは、詳細に書かれている部分はない。ただゴルリムがその目にすくめられたという件や、ベーレンとフィンドド一行のことからわかるよう恐ろしい目を、知っていたということだけは確かである。第二期においては、 ノルドールのエレギオンをおとなったときは、美しいバイヤールエルフの姿をしていたという。ヌーメノールに連れてこられたときは、失われた道によると、人間の姿をしていたが、どのヌーメノール人よりも背が高く、特に彼の眼光を意付する者が多かったという。多くの者たちには立派な外見と目に映ったが、他の者たちには、ひどく、恐ろしいと思われ、ある者たちは邪悪に感じたとされている。 ヌーメノール沈没後は、シュモルゴスと同じような、見るも恐ろしい、目に見える形となった破壊と憎悪の権ンとなり、その目を直視しうる者は、ほとんどいなかったという。第3期では、トールキンの所簡からすると実態を持っていたようである。サウロンは恐ろしい姿をしていたと考えられるのは、間違いない。人型の形をとっていたが、その身長は、人間のそれよりもより高いものではあったものの、 巨人と言えるほどのものではなかった、と記されている。映画版でのサウロンの鎧サウロンは、もともとはバラールである、タンヤ、工芸の神、アウレに使える、マイロンという名のマイヤであり、アウレ進化のマイアールの中でも、非常に力あるものとして知られていた。しかし、アルダの霊明期にモルゴスに誘惑されて堕落し、彼に使えるようになる。原作者のトールキンは、 サウロンが誘惑された理由として、サウロンは秩序と調和愛し混乱と無益な異かいを嫌ったがゆえに、メルコールの意志と力の影響を受け、彼に惹かれた最初のものとなったという趣旨を述べている。こうしてサウロンは、モルゴスの召使いの中で最強のものとなり、主人の成したありと、あらゆる悪行に関わることとなる。サウロンは、モルゴスに使えるようになっても、 すぐようバラールの下を立ち去ったわけではなかった。モルゴスが要塞、ウトムノを築いて、そこに隠れ潜んでいた間、サウロンはアウレの忠実な下僕を演じ続けながら、密かにモルゴスにバラールの挙動を伝えていた。モルゴスはマイアールの中に数多くのスパイを持っていたが、その蝶はサウロンであった。モルゴスによってバラールのミアイアルマレンが破壊された後、 バラールは西方に祝福された地であるアマンを築きそこに移り住んだが、サウロンの裏切りは未だ露見しておらず、彼もそこに赴いたとみられる。その後サウロンはアマンを立ち去り、メルコールの下に走ったと思われるが、その正確な時期は判明していない。イルーバタールの長子であるエルフたちの目覚めとともに、第一期が始まった頃、サウロンはモルゴスの大いなる副官として、 西方の前線にある城西アングバンドの支配を任されていた。モルゴスが目覚めたばかりのエルフたちに悪逆非道な行いをするようになると、バラールはエルフたちを守るため、軍を率いて中津国に出陣した。ここに中津国史上最大の戦争が勃発する。後に言う所力の戦いである。この結果アングバンドウトムノは共に破壊されるが、ウトムノが 北方の陸地ともども寒布なきまでに破壊されたのに、対し、アングバンドは完全な破壊を免れた。モルゴスは捕らえられ、裁きを受けるため引っ立てられていったが、サウロンは、その追求を逃れ中津国に隠れ潜んだ。モルゴスが、アマンで旅修の身となり、その後逃亡に成功し中津国に帰還するまでの間、サウロンはいずれ戻るであろう。主のために、密かにアングバンドを集築し、 多くを繁殖させ、軍備を整えていた。中津国に帰還した、モルゴスが、すぐさま多くの大軍を用いて、死んだあるエルフを攻めるなどの大規模な軍事行動を、起こすことができたのは、サウロンの働きによるところが大きい。その後、イルーバタールの実施である人間が目覚めたため、モルゴスが彼らを堕落させるため東方に赴いた、際には、モルゴス不在の間の指揮権を、 ある時から一任されており、その間のエルフとの戦いは、サウロンが指揮をとっていた。ダゴール・ブラゴルラ派の2年後には、サウロン自ら軍を率いて、オロドレスの死後する、トロシリを強襲、陥落させて占領している。そして、強王神や、吸血川掘り悪霊死料の類といった配下でそこを満たしたため、エルフたちにとって、大きな脅威となった。このため、トロシリは、 以後トルイコールインイコールガウアホスと呼ばれるようになる。ここは、モルゴスのための物見の塔となり、以後すべてのものはサウロンに見られることなくこの谷間を通過することは不可能になった。また、トルイコールインイコールガウアホスの塔に座したサウロンは、そこで広く妖術を取り行ったため、ドリアスを守るメリアンの魔法体と攻めに合うこととなり、両者の力が渦巻く地点となった、ナンデュンゴルセブは、 多くでサイモが決して近寄らない魔境を溶かしてしまった。他に、ドルソニオンでゲリラ的抵抗を続けるバラヒア一味の抹殺をモルゴスから命じられた際には、そのうちの一人であるゴルリムを捕らえて欺くことで、彼らの隠れ家を突き止めて、ベレンを除いた一味の殲滅に成功する。10年後、ナルゴスロンドの王フィンロド・フェラグンドとベレン一行がシルマリルを手に入れるため、 アングバンドに潜入しようと、フィンドドの魔法で、多くに変じて、トルイコールインイコールガウアホスの近くを通りがかった、サイには、メザトク、それを見つけ捕らえた。この時サウロンは、フィンドドと魔力の歌で戦い、彼を打ち負かした後一行を地下牢に投獄する。そして、京王神を消しかけたため、一行の内ベレンを除く全員がそこで命を落とした。 やがてルシエンがバラールの了権不安を伴いベレン救出のためにやってくるとサウロンは背下の強狼を次々と繰り出すが皆不安に一撃で殺されてしまうそこで強狼のたるドラウグルインを送り出すが彼もまた激闘の末に敗北するドラウグルインは品種の身で主の下にたどり着くと敵が不安であることを伝えて死亡するかねてから フ安ンはかつて存在したこともない強大な狼と戦って命を落とすとの予言を耳にしていたサウロンは自らを史上最大の狼に姿を変えて彼らの前に姿を現す。今狼、サウロンが近づくにつれその恐怖のあまりの凄まじさにフ安ンが怯み退りてしまったためサウロンはルージエンにたやすく近づくことができた。サウロンを目の前にした ルーシエンは失神してしまったが、倒れる寸前に、眠りの魔力が込められた街灯をサウロンに被せることに、成功し、その魔力で、サウロンはまどろみよろめいてしまう。その隙をついて再び姿を現したフアンが、サウロンに飛びかかり、両者の戦いが始まるが、フアンの予言された運命にある、強オオとは、サウロンのことではなかったため、ついにサウロンは、敗北を喫する。 そしてトルイコールインイコールガウアホスを明け渡すことと、引き換えに除名する条件で、ルーシエンからの幸福勧告を受け入れたサウロンは、巨大な吸血カワホリに姿を変じるとタわぬフインへと飛び去って、そこを恐怖で満たした。サウロンの魔力が消失すると、トルイコールインイコールガウアホスの塔は崩れ落ち、地下牢は火にさらされ、島に救っていた悪霊たちは、うんさん無傷した。 出版されたシルマリルの物語においては、以後の彼の動向は、怒りの戦いまで特に記されていない。だが、トールキンの思考には、マエグリンの捕獲など、ゴンドリンへの工作に関して、サウロンが関わっていた可能性を示唆する箇所がある。怒りの戦いで、モルゴスが敗北すると、サウロンはバリノール軍に投降した。その際、サウロンは、非常に、 美しい姿をとって、指揮官であるエオンウェイの前に現れたとされている。だがエオンウェイは彼を裁く権限を持っていなかったため、アマンで真上の裁きを受けるよう勧告した。しかしサウロンはそれを受け入れられず、逃亡して身を隠した。第2期になるとサウロンは、後輩し、バラールの神々に見捨てられたままの中津国を再建させることが自分の仕事と考えるようになった。これは、 当初の動機としては間に良いものであった。しかし、そのためにエルフや人間を使おうとしたサウロンは、次第に悪に立ち戻り彼らを支配する力を発するようになる。サウロンは、第二期500年頃から、再び活動を始め、1000年頃に妖術と丹造に、役立つ、滅びの山があることから、モルドールを拠点と定める。そして彼の居場となる、中津国最大の塔。 バラードドゥーアの建築に着手する。第2期始めには、上のエルフもまだ多数残っていたものの、アマンに戻らなかった彼らは愛着のある中津国の後輩を嘆き、いずれ衰えゆくであろう彼らの美や力を保護するための手段を欲していた。それを見抜いたサウロンは、非常に美しい姿をとって、言葉巧みに彼らに近づいた。彼は自身をバラールによって使わされたものであり、 特にノルドールエルフと馴染みが深いアウレの使者であると説明した。サウロンの力と知識は非常に珍重され、ことにケレブリンボールを領主としたエレギオンにおいて歓迎された。しかし幾人かのエルフは彼を信用しなかった。特にガラドリエルと当時の上級王ギルガラド、そして彼の副官であったエルロンドがそうである。サウロンを怪しむ者たちは エレギオンのエルフたちに警告を発したが、彼らは聞く耳を持たなかった。サウロンの助力と指導のもと、エルフたちは試作品であるスータの劣った指輪を作った後に、ついに力の指輪を完成させる。するとサウロンは密かに、モルドールに舞い戻り、滅びの山で、他の力の指輪すべてを支配する一つの指輪を鍛えた。エルフの作った指輪が非常に強力なものであったため、 サウロンはそれらを支配できる力を得るために、自身の指輪に、己の力の大部分を付与せざるを得なかった。このため、一つの指輪は彼にとって、有利なものであると同時に、致命的な弱点ともなり得た。しかしながら一つの指輪を奪われない限り心配は、無用であり、指輪がさ、ウロンの指の上にあるときこの世界における彼の力は、この上なく増大することとなった。こうして、 第2期におけるサウロンの力は、第1期末のモルコスを凌駕するほどのものに至った。しかし、サウロンが一つの指輪を完成させた瞬間、エルフたちは彼が何者であるかを知ることとなる。そのため彼らは指輪を隠して、決して使用することはなかった。計画が失敗し正体が露見したサウロンは、もはや計り事ではなく力で物事を解決することに、した。 まず彼はエルフの作った指輪を引き渡すよう要求した。彼の知識がなければエルフたちはそれを作ることは不可能だっただろうという理由である。もちろんエルフたちはこれを跳ねつけた。そこで1693年にエルフたちとの戦いを開始すると、その2年後にサウロンは自ら軍を率いてエリアドールに侵入する。同時期にギルガラドにより、 エルロンドがエレギオンに援軍として派遣される。しかしエレギオンは1697年に陥落、荒廃し、ケレブリンボールは捕らえられ、19の力の指輪のありかを履かせるために拷問にかけられる。結果9つと7つの指輪の隠し場所は聞き出せたものの、最も力ある3つの指輪に関しては、ガンとして口をあらず、死なせてしまった。3つの指輪は、 ヒルガラドかガラドリエルの元にあるだろうと踏んだサウロンは、再び進撃を開始した。そして援軍としてきたエルロンドと対峙するが、エルロンド側に勝てる見込みはなかった。だがその時モリアからエレギオン救出のため派遣されたドワーフ軍とアムロス王が率いるローリナンド軍が、サウロン軍の背後を襲った。このおかげで、エルロンドは辛くも、窮地を脱した。そして北方へ向かい、 転んだエレギオンの残党を引いて、酒谷を築いたのは、この頃のことである。サウロンはエルロンドを追うことを諦め、外周一色にしたドワーフとエルフの連合軍を追撃したが、彼らはモリアに逃げ込み、その門を閉ざしてしまう。当時のモリアは、ドワーフの数や技術、軍事力がピークにあったため、その国力は全盛期を迎えていた。そのためさすがのサウロンも、 難攻不落である、この地を、外から陥落させることはできなかった。この時から森屋は、サウロンの像の対象となり、配下の多くたちに機会があれば、ドワーフを苦しめるよう、命令が下された。だが、森屋こそ落とせなかったものの、後に、ドワーフたちの聖地であるクンダバド山や、北方の灰色山脈、ドワーフの大街道及びその周辺部の人間の、国といった、 当時のドワーフの支配領域の多くを壊滅、奪取している。そしてそのまま軍を進めたサウロンは1699年にはエリアドールを接見した。しかしギルガラドのリンドンを落とすためには、自軍の後輩にあるエルロンドの酒谷を抑える必要があったため、サウロンは軍を二分せざるを得なかった。そのため1700年にギルガラドの救援に応えてやってきたヌーベノールの大軍と、 エルフ軍により、二分されていたサウロンの軍勢は、かっこ撃破されてしまう。1701年にエリアドールから締め出されたサウロンは、わずかに残った、この絵のものと共にモルドールに退却する。このことがきっかけとなり、サウロンは、ヌーメノールに強い憎悪を抱くようになる。しかし未だ時至らずと考えたサウロンは、長きにわたり、 正方に対して積極的な攻勢に出ることはなく、中津国の東方に勢力を伸ばすことに不信するようになった。モルドールに戻ったサウロンは手に入れた七つと九つの指輪に悪意を吹き込み、邪悪なものに歪めた上で、ドワーフと人間の諸行にそれを配った。アウレによって将来眼鏡に作られたドワーフは影の存在になることこそなかったものの、 指輪の悪意によってひたすら富を築き上げることに邁進するようになり、その結果竜やバルログなどによって破滅することとなった。一方、人間は速やかに堕落した結果、全員が影の存在となった。サウロンの最も恐るべき下僕であるナズグールの誕生である。そして、第一期から生き残っている邪悪な者たちを参加に収めたサウロンは、 冥王と呼ばれ、恐れられるようになり、この時代は暗黒時代と呼ばれることになる。こうして、中津国においてはほとんど並ぶもののない兄弟さとなったサウロンだったが、第2期の終わり頃にヌーメノール最後の王であるアルファラの挑戦を受けることになる。アカデラベースによると、彼はサウロンが中津国沿岸部のヌーメノール植民地を攻撃していることや、地上の王、 人間の王と自称しているとの報告を受け月光し、第2期3261年に大艦隊を率いて中津国にやってきた。その軍勢のあまりの異様にサウロンの敗下は逃げ出したとされている。敗下の召使いの中で最強のものであっても、この軍勢にはこうし得ないと悟ったサウロンはヌーメノール軍に投降する。ファラゾーン王は戦勝の証にサウロンを旅衆として、 ヌーメノールに連行した。しかしこれはサウロンの罠であった。サウロンはヌーメノールの内情とその不和を兼ねてから知っており、これを復讐にどのように用いようかと考えていたのである。当初は軍事力でヌーメノールを敗北せしめんと考え、沿岸部の植民地を攻撃していたが、敵の力を見たサウロンは計画を変更し、計り事によってこれを成すことにした。 原作者のトールキンもヌーメノールが征服できたのは恐れを成したさ、ウロンの進化たちであってサウロンではない。サウロンの投稿は自発的で狡猾なものであり、このため彼は無料でヌーメノールに運んでもらうことができたのだ、としている。また他の総攻ではヌーメノール人のみの力でサウロンを敗北せしめたことは動目に値するとしつつも、 実のところサウロン個人は敗北したわけではなく、彼の、旅衆は、自発的なものであり罠であった、とも記している。また書簡集ではこうも記している。彼は無論神聖な存在であったため、はるかに強大すぎて、こんなやり口では手に負える相手ではなかったのである。ヌーメノールに連行されたサウロンは、その巧みな話術と美しい外見により、王の蝶を得ることに成功し、 三年を経ずして、王の相談役に登り詰める。彼が王の寵愛を得ていると見るや、宮廷の者たちは、エレンディルの父アマンデルを除き、皆さ、うろんのご機嫌伺いを始めるようになった。そして、彼はやがて自分の言葉に耳を傾ける者が多くなったのを見て取ると、エル・イルーバタールとバラールに忠実な者たちと逆に反感を持っている者たちとの不和を煽ることで、 ヌーメノールを内部から切り崩していく。サウロンは、エルなどというものは、バラールが考えた偽の神に過ぎず、彼らは、ヌーメノール人の望む不死の生命を独占しており、人間たちをのけものにしているとの偽りを吹き込んだ。そして、人間たちに望むものを与えることができる真の、神として、モルゴスを崇拝することを勧め、自身は公祭として収まることで邪教を広めていった。 ファラゾー王を通じてサウロンに従う者たちはバラールに忠実な人々を借り出し、生贄とする邪悪な儀式を取り行うようになった。こうした儀式は植民地を通じて中津国でも行われるようになり、邪教の広がりとともに人心は荒んでいった。こうした堕落にもかかわらず、ヌーメノールの国力は中津国から略奪を繰り返したことや、 サウロンの知識と技術を得たことにより、絶頂期を迎えていた。この頃サウロンは、王の背後からヌーメノールを完全に掌握しており、彼がその気になりさえすれば、ヌーメノールの王爵を手にすることも、可能になっていた。しかしサウロンの望みはあくまでヌーメノールの破滅であった。彼は年老いて迫り苦しに怯えるファラゾーン王に、バラールに戦を仕掛けるくづくで不死の命を手に入れる。 ようけしかける。最初は躊躇していた王も、やがては、サウロンの還元によりその気になり、未だかつて世界でも見られたことの内大艦隊を、仕立ててアマンへと進軍していく。サウロンの狙いは、バラールの手で、ヌーメノール軍が壊滅させられることであった。しかしそれに反してバラールは、この時世界の統治権を一時的に放棄し、エルに災配を委ねた。その結果、 エルの奇跡による世界規模の大変動が起き、アマンは切り離され世界は球体となった。ファラゾーン王の艦隊は海の木図となり、ヌーメノールも海中に没死した。王都の神殿で高笑いをしていたサウロンもその余波に巻き込まれ肉体を失うこととなる。しかしサウロンは死すべき定めのものではないため、その魂は一年後の3320年にモルドールに帰還する。 バラドドゥーアに置いてあった一つの指輪を手に取ると、やがてサウロンは新たな肉体を作り出す。もはや美しい姿を取ることができなくなっていたサウロンは恐るべき外観を取るようになっており、その姿を直視できる者はエルフにも人間にもほとんどいないほどであった。サウロンは憎きエレンディルとその一族がヌーメノールの沈没から逃れて中津国にゴンドールと、 アルノールを建国していることを知ると、彼らが兄弟になる前に戦いを仕掛けることにした。ミナスイシルを強襲し、陥落させたサウロンは、そこにあった白の木を焼き捨てる。イシルダは、タイガー・アンズインを下って逃れ、エレンディルの元へ赴く。その間、アナーリオンがオスギリアスにて、防衛戦を指揮していた。エレンディルとギルガラドは、最後の同盟を結び、一致団結してサウロンに対抗しようとする。 そして怒りの戦い以来の大会戦であるダゴルラドの戦いにおいて両軍が激突した結果サウロン軍は敗れる。ついで同盟軍による七年に及ぶバラドドゥーは包囲戦の末サウロン自身がついに姿を現し滅びの山のふもとにおいてエレンギルとギルガラドの両者と戦う。サウロンは二人を倒したものの彼もまた撃ち倒された。サウロンの敗因は彼が 不在の間、モルドールの国力が低下していたのに対し、ギルガラドの勢力が伸長していたことに加え、サウロン個人の力が未だ完全には回復していなかったためであった。イシルドゥアがその体から指輪を奪うと、サウロンの霊魂は力を奪われて、どこかへと逃げ去った。一つの指輪が破壊されなかったためサウロンも滅ぶことはなかったものの、指輪を奪われたことはサウロンにとって、 大打撃であった。彼は、第三期初めの千年間は、形も、定かならず、眠りの中にあった。しかし、千五十年頃に、緑森大森林を、影が覆うようになる。このため、緑森大森林は、囲碁闇の森と呼ばれるようになる。これがさ、ウロンの最初の復活の兆候であった。そして、千百年頃に、闇の森の南端にある、ドルイコールグルトアに拠点を設けて、 死人占い師として形を取る。しかしエルフや賢者たちは当初これはサウロン本人ではなくナズグールの一人だと考えていた。サウロンはナズグールを呼び集めると自身は力を蓄えながら敵対勢力の力を削ぐことに専念した。1300年頃に霧降り山脈で増加した多くたちがドワーフを攻撃する。そして同時期にさ。 ウロンの最強のゲボクタルナズグールの首領が北方に派遣され、アングマール魔国を建国する。以後ナズグールの首領はアングマールの魔王と呼ばれるようになる。魔王は1409年の最初の攻撃を皮切りに繰り返しアルノールを攻撃し、1974年ついにこれを滅ぼすに至る。しかし1975年にアングマールは避けたにと、 ゴンドールの軍によって滅ぼされる。魔王は、北方から退却し千九百八十人にモルドールで、ナズグールを召集すると、二千年にミナスイシルを攻撃、陥落させて、ミナスイコールモルグルに作り変えてしまう。このため、ミナスイシルにあったパランティアの一つがさウロンの手に落ちた。そして二千五十年には、魔王の挑発に乗ったエアルヌアが死亡し、ゴンドールの応答が途絶えることになる。 2063年に灰色のガンダルフがドルイコールグルドアに偵察に赴くとまだ自らの正体を公にできるほど回復していなかったサウロンは退いて東方に隠れるこの後およそ400年間は平穏無事な時期が続くこれを警戒的平和と呼ぶしかし2460年にサウロンは以前にも力を増してドルイコールグルドアに帰還するこれ以後 邪悪な者たちの活動が活発になっていく。ナズグールによるゴンドールの攻撃がしばしば起きるようになり、霧降り山脈には多くの拠点が築かれ、バルログに滅ぼされたモリアにはサウロンの多くが送り込まれる。遥か北方では竜がその数を増やし、再び姿を現すようになりドワーフたちを悩ませ、始める。多くや遠い、ハラドリム、南アダの襲撃や、 大疫病、二度の大寒波によって、西方世界は、次第に衰微していく。2850年に、ガンダルフが再び、ドルイコールグルトアに潜入する。そして彼はついに死人占い師の正体を突き止める。このことは、シロの会議に報告されたが、議長のシロのサルマンは一つの指輪を欲していたため、指輪がサウロンを求めて現れることを期待して、 サウロンに対して特に手出ししない決断を下す。しかし、サウロンが一つの指輪を求めて、アヤメヤを捜索していることを知ると、2941年の会議ではサウロンへの攻撃に同意する。そして白の会議に攻められたサウロンは、ドルイコールグルドアから撤退するが、この攻撃は遅きに失していた。サウロンは、すでに、モルドールへの帰還準備を終えていたため、 そちらに移るつもりだったからである。それゆえこの撤退は見せかけのものに過ぎなかった。2951年にモルドールで公然と復活を宣言したサウロンはバラドドゥーアを再建するとともに中津国を支配下に置くべく配下の軍勢を招集し、再び侵略を開始する。3000年にはオルサンクのパランティアを使用したサルマンを捕捉し、彼を配下に迎えている。 サルマンは内心ではサウロンを出し抜き指輪を手に入れ中津国の支配者になるつもりであったがサウロンは次第にサルマンを精神的に圧倒しまたもともとは二人ともアウれの従属神であったためサルマンの考えていたことはサウロンに予測されていた3009年にモルドールに侵入していた極利を捕らえると彼を拷問にかけることで 一つの指輪がバギンズというホビットの手にあることを知る。サウロンはいかにしてそれを奪還するか策を練っていたが、3017年に解放したゴクリがエルフに捕らえられ、ガンダルフがそこへ向かったことを聞き及ぶと、もはや一刻の猶予もないと考え、ナズグールを派遣することを決意する。3018年サウロンはナズグールを密かにホビット賞に向けて送り出す。 ナズグールは、道中遭遇した、サルマンの患者を利用することで、ホビット症の正確な位置や地図に加えて、バギンズ星のものに関しての詳細な情報を得、ホビット症を守るドゥーネダインのノブセリたちを蹴散らすと、ついに、ビルボ・バギンズの家にたどり着く。しかし家はすでにもぬけの殻であった。ナズグールは、今や新たな指輪所持者となったフロド・バギンズを追撃し、 瀕死の重傷を負わせることに成功するが、イシルドゥアの四次であるアラゴルンや上のエルフである、クロールフィンデルの邪魔立てと、サケタ谷を守るエルロンドの魔力を前にして、あと一歩のところで及ばずモルドールへと逃げ帰った。サウロンは、ナズグールに、新たな蒸気を授けると、空からの監視を開始する。一方、サウロンの同盟軍であったサルマンが敗北すると、オルサンクにあったパランティアを、 ホビットのペレグリン・トゥックが覗いてしまい、サウロンの目に捕らえられてしまう。サウロンはサルマンが指輪を持ったホビットを捕らえたと勘違いし、急遽、ナズグールをサルマンのもとへ派遣する。ところが次に、パランティアで見たものは鍛え直されたナルシルこと、アンドリルを手にし、自らをイシルトゥアの末裔と名乗るアラゴルンの姿であった。そして、 サルマンの元に派遣されたナズグールが見たのは破壊されたアイゼンガルドとサルマンの敗北であった。このことからサウロンはアラグルンが一つの指輪を持っていると考えるようになり予定を前倒しして西方諸国への攻撃を敢行することにする。特にゴンドールには魔王を総対象とした軍勢を送り出しミナスティリスを包囲するもののそこで行われたペレンノールやの合戦で サウロン軍は敗北し、魔王も滅ぶこととなった。しかしながら、合戦の結果、西方軍は大きく弱体化したのに、対し、サウロン側は未まだ勝利するに足る十分な軍事力を保有していた。フロドによる指輪の破壊以外に、勝ち目がない西方側は、ガンダルフの検索によって黒門に向かって進撃し、サウロンの注意をそちらに引く、陽動作戦を取る。 サウロンはこれを一つの指輪を手に入れたことによる慢心の現れと考え、敵が完全に指輪を使いこなせるようになるには時間がかかるため、その前に全力を持って打倒して指輪を奪回しようと企てる。そしてクロモンの戦いにおいて、西方軍はサウロンの前に敗れようとしていたが、この最中に指輪が滅びの山の火に投じられたことで、 サウロンの王国は崩壊し彼の持てる力は失われた。彼の魂はモルドール上空に巨大な人影のような黒雲となって現れ、見る者べてを恐怖させたが、正方からの王風によって吹き払われた。隠して寄り所である指輪を破壊されたサウロンは、再び力をつけることも型を取ることもできなくなり、彼はただの悪意ある無力な影と化して、かつての首都、 同じく国有へ去ることとなった。ピーター・ジャクソンの映画では、第一部、ロード・オブ・ザ・リング、旅の仲間のオープニングで描かれる最後の同盟との戦いで、巨大な黒い甲冑の戦士の姿でサウロンが登場している。しかしエレン・リルとギルガラドとの戦いは省略され、不要人に突き出した手を、イシル・ドゥアに指輪をはめた指ごと切られてあっけなく、敗北した。とはいえ、これは、 映画の差しの関係上仕方のないことであった。その戦いに敗れた以降は肉体を失い、巨大な炎の目の姿で、巨城バラドドゥーアの頂上の戦闘から、モルドールをはじめとする各地を、サーチライトのように照射して監視している。第3部、ロード・オブ・ザ・リング・王の機関では、当初、黒門の最終決戦で、狩り始めの実態を作り出し、 アラゴルンと対決するシーンが予定されていたが、主人公がフロドであることが薄れるため、その戦闘シーンのサウロンは、公開版では、完全武装したオログハイに差し替えられた。王の期間スペシャルエクステンデッドエディションの特典映像では、アラゴルンとサウロンが対決する撮影風景や絵コンテが見られる。死闘の末、アラゴルンがアンドリルの剣を差。 ウロンの腹部に突き刺しも効果はなく、踏みつぶされ、窮地に陥るアラゴルン。その時と同時に、フロドが指輪を破壊したことで、アンドリルが刺さった腹部の亀裂から、光が溢れ、サウロンが消滅する。といったシークエンスが当初予定されていた。ピーター・ジャクソンの映画続編にあたる、コビット思いがけない冒険では黒い萌やをまとった、おぼろな人影のような姿で登場した。 ドルグルドゥアの廃墟に潜伏して、闇の森を蝕むことで、大雲や川堀たちが廃徊して回るシーンが見られる。だが、森の異変を察知したラダガストが廃墟に赴いたことによって、その存在が知られてしまい、ガンダルフに報告される。第2部のホビット流に奪われた王国では、アゾグ一頭と手を組んでいることが冒頭で明らかになり、彼をエレボール遠征軍の大将に据える。 後半ではドルグルドゥアに侵入したガンダルフと魔力で戦い、彼を圧倒しその杖を破壊して捕らえる。そのサイエンに包まれたまぶたのない上の姿を鳥正体を表す。そして映画終盤にアゾグ率いる大軍を出陣させる。第3部のホビット決戦の行方ではガンダルフの救出に来たガラドリエル・エルロンド・サルマンの白の会議の面々と戦闘になり、 ナズグールを召喚して汚染するものの、未だ復活したばかりで一つの指輪も実体もないその、身では、ハリビンと年夜を持つガラドリエルの力に及ばず、東方へと逃げ去った。ゲームズワークショップのミニチュアバトルゲームには、炎の目は登場しないが、黒い戦士のサウロンを使って、かつての戦争を再現できる。また、ドルグルドゥアの資料を使い時代のサウロンもミニチュア化、されている。 資料遣いの外見は、戦士、サウロンと似たシルエットだが、おぼろげないイメージになっており、データ的にも、戦士の時に比べると能力が弱く設定されている。モロッコの南東で化石が発見された恐竜、サウロニオプスパキトルスはサウロンにちなんで命名された。セーファート銀河の一つである n g c 4五5 1は、その形状から俗に、サウロンの目銀河と呼ばれる。 文学研究者、歴史学者のパトリック・カリーによると、トールキンの作品は、唯一なる真の神という神学的概念からの影響が大きいと見られる。英米文学研究者、キャロル・フライは、名王とデミュールゴスについて論じている。フライが言うには、デミュールゴスの創造が、真の創造の模倣であることと同様に、名王モルコス、名王、サウロン、その追随者、 サルマンの創造は、ビルーバタールの創造の模倣である。デミウルゴスとは、具能質主義的哲学において、唯一神を選称する、不完全な創造主であり、旧約聖書でのエホバ、ヤルダバオートに相当する。ありがとうございます。